めてるとか全然そんなこと関係ないですから、これって僕たちがもう明確に決めるしかないことで、いつも言ってるように目を覚ますか眠り続けるかというのは僕たちが決めることでしか起きないですし、でなおかつどっちを選んでもいいっていうのはこれ2014年もそして今も変わらないんですね。で僕たちはどっちにしろ眠り続けてきたので、眠ってきたので、別にこれが悪いって言ったら僕たち悪いことしてきたことになるでしょ。悪いことなんてしてないです。ただ眠りというのを体験したくって眠ってきただけです。そして僕たちはこれから目を覚ましていくこともできますので、もし目を覚ましたいという人はエントリーしてくださいねという、そういうサイクルのタイミングを迎えていますよという、ただこれだけの情報なので、ここに変にいろんなものをくっつけないでください。単に目を覚ますか眠り続けるか、眠り続けるってのは今まで通りをやるってことね。で、目を覚ますというのはちょっと今までのあり方からは変化していく必要がありますよという、それだけなんですね。なんでここには善も悪もないですし、いいも、優劣もっていうのか、優れてるも劣ってるもないですし、間違ってるも正しいもないですし、それ以上でも以下でもないです。だから本当に今日皆さんがこの話を聞いたときに、あ、私は今まで通りがまだやりたいなって言ったらそれも全然 OK なんですね。でもいつも言ってるように2万6000年待ちます。今度また次の目を覚まそうかなっていうタイミングを迎えるときにはまた2万6000年をやってきますので、それはもうサイクルで決まっているので、これのサイクルはもう簡単に言うと源が決めてます。源という創造主、僕たちの根源の意識ですね。なのでこの意識がじゃあなぜこれを決めたのかって言ったら、なんでこんな起源なんて作ってるのって、ここはさ地球だからよ。地球でのこれは理解の仕方でしかないんだけど、もちろん宇宙には地球とは違う時間の流れっていうのが存在しています。時間という表現が正しいかどうかもわからないです。でもこの地球には現前と時間というものが存在します。でこの地球というのは時間があるので、時間という概念も眠りの中で生み出しました。だから他の目覚めてる宇宙には存在しないです、簡単に言うとね。だけどここはそういったルールを作って、この時間というものを作る中で限りがある、例えば限界があるとかさ、そういうものが体験したいと思って生まれてきた部分っていうのが僕たちにはあるので、そういうルールを生み出したんですね。そしてこの利点というのもあります。利点は期限があることによってちゃんとここまでにっていう、その意識の集中の仕方とそこまでに動くという行動の仕方がめちゃめちゃ、その成長だったら成長を加速させるんです。だから僕たちはわざわざこの地球に期限を切ってやってきてるんです。だからこれに文句を言ってもしょうがないわけ。なんでこんな期限があるなんておかしいとかってもう散々聞きました、散々叩かれました、散々文句言われたし散々怒られました。怖いのわかる、みんな怖いのよ。そうですね、そうなんだけど、もうしょうがないの。それでなんでじゃあこれがこうやって決まってるかって言った時に、創造主という源はもともと完全な意識でしたね。それはなんとなく想像できると思うのね。完全な意識、何の欠けもないです。でこの完全な欠けのない意識が不完全性を体験したくって、つまり自分の可能性というものをあらゆる方向から知りたくって分離をしました。でもこの分離するというこの冒険はめちゃめちゃリスキーなんです。なぜならばこの本当の自分という何でも全てを完全に意識し知っていてやれるできるなれる、この完全な意識ではない意識に波動を落としてなり変わった時に、完全にこっちを忘れてしまう可能性もあるということなんです。つまり戻れなくなるかもしれないということなんです。でもバカではないので、我々はみんな創造主だからね、もともと我々はバカではないので、ちゃんと戻れる仕掛けっていうのもあちこちに してるわけ。これが目についたら、あ、思い出さなきゃとかさ、このタイミングが来たらもうそろそろ向こうに意識を向けなきゃとかさ、いろんな形でタイミングをちゃんと仕掛けてきたのよ。頭はいいので、ね。だから、そんな風にして僕たちがちゃんと戻れる道筋というのが、こういうサイクルという形で設定されたんです。これも、この地球で。だから、結局のところ僕たちは、本当は源という意識で、この意識に戻っていくタイミングっていうのをちゃんとこういう形で自分に思い出させるようにタイマーを仕掛けたんだよね、簡単に。それが今なんです。だからこのタイミングで戻っていくもよしだし、戻らないのもよし、いずれは絶対戻るから。これがあなたが体験できるパラレルワールドの扉です。で、あなたはこうやってまず過去と現在を切り離して、たった今この瞬間だけに立ち、あなたのいっぱい、ここに立つと見えるの。
で、いっぱい展開している可能性の扉をどれ選んでいこうかな。例えばあなたが、じゃあある夢を叶えたいとします。てか、夢なんて思ってたら叶わないからね。夢じゃなくて計画だから。OK? あなたの計画、こんな風な計画があるって言った時に、その計画があるって想像できたんでしょ、あなたは。その夢を叶えたいとか計画を実現したいって言ったら、それ想像できるんですよね。想像できるってことはもうあなたが必ず実現できるってことの証なんですよ。なぜなら、あなたが想像できないことは実現できないんです。つまり、あなたが体験できる可能性があるものしか想像することができないんです。だからあなたが想像できたってことは、もうすでに違う次元に存在しています。違う次元に存在しています。だから、あなたがもし、これをやりたいっていうふうに思ったら、こうやってちゃんと過去と現在を切り離し、そして、私がそれを実現している扉ってどこだろうって探すんです。そうすると、一つ、ピッカーンって光って見えたりします。そしたら、そこ向かって歩いてって入ってってください。で、そこには、クリスタルの自分がいます。さっきクリスタルの体って言ったでしょ?クリスタルで立っているあなたの体が、そこにドーンとどこかに存在してるから、そのものすごい光り輝く時空間の中に、光り輝くクリスタルで立っている自分っていうのがいるから、それはもうあなたが計画、夢って思っているものをすでに実現している自分なので、その自分にガッチン、はまります。そして、ここで、それをやっていくために、私は何をしたんだろうって思い出してみるの。言ってる意味わかる?ここにいるあなたはすでに実現してしまっている自分なので、これまでの、なんていうの?プロセスっていうものを全部記憶してるはずなのね。だから、この自分に重なってさ、ここに来るまでに私何をやったか思い出してみようってしてみるんです。そうすると、思い出せるから。え?私体験したことないはずなのになんで思い出せるんだろうって不思議に思います。でも、思い出せるから。その時に、エアロビをやってる。え、私エアロビとか やったことないのに。え、菜食主義になってる。え、がっつり肉食なのに。ギャップが出てきます。でもその時に、このあなたが体験したいと言っている自分が体験していたであろう記憶を、この次元に戻って、もちろんこのまま目を覚ますんだけど、この次元に戻って早速やり始めるんです。菜食主義にし始める。エアロビを始める。こうすると、あなたがその望んでいる自分にどんどんチューニングし、チャンネル周波数を合わせていくことになります。で、こうなっていって、チャンネルや周波数がガッチと合った時に、あなたはその周波数そのもの、つまりフィルムそのものになるので、それを映像化して体験するんです。ただこれだけです。簡単でしょ?簡単だよね。ね。そう、これだけ簡単なことなんです。もしこれだけの収入が欲しいと思ったとします。そしたらその収入を実現している扉ってどこにあるんだろう。あ、あった。じゃあそこに入ります。その自分に重なります。この収入を得るのに私何やってるの。え、ボイストレーニングをしてる。え、ブロッコリーしか食べてない。わかる。何だっていいんですよ。そしたらやってみんの、それを。え、それありえないとか、もうそうやったらあなたはその周波数をもともと合わせる気がないんですねと宇宙に言われます。あ、じゃあそれ体験する必要ないんですね。了解ですって言われます。なぜなら宇宙はイエスとしか言ってくれないからです。あなたがイエスと言ったものをイエスと言ってくれるだけです。だからあなたはいたしませんと言ったら、あ、いたさないんですね、これでおしまい。だからとにかくあなたのその感覚を信頼して、入ってくるものにちゃんと意識を向けてみる、行動を一致させてみるってやってみるんです。こうやって周波数チャンネルを合わせていくと面白いように形になっていくよ。今までとは違う人との出会いが起きたり、今までは聞いたことのない話を聞き始めたり、あらゆるものが、あれ、なんか全然違うものが私の中に入ってきてる、私の中で人生ね、の中に入ってきてるっていうのが分かるようになります。だからこれをちょっとやってみましょう。